シュートパス、堂原道、ルカクスルーしてシュート。一番危険なところを長谷部さん潰してくれてるなと思ったんですけどね。本当にチームが必要な時に一番大事な場所にいてくれるっていうのは長谷部さんだからこそだったのかなと思います、ね、これが最後の試合で自分としては良かったなとは思いますけど、覚悟と感謝、その2つの気持ちを持って職責を全うしていきたいというふうに思っております。全員攻撃、全員守備、全員攻撃、全員守備という全員攻撃、全員守備、みんなが激しくいって取られたらすぐチェックに行くと、戦う姿勢だったり激しさが、その後でやっぱり個人個人のこう発想だったり技術だったりで生きるんで、玉際のところを戦うという部分、玉際が負けるなってなる、毎試合言ってることなので、切り返す、切り返す、やるな、サポート、サポート、早く、この後早く、早くできるだけ動いてあげるってこと、顔出してあげるよ、じゃあ、ね、これでも我々も早く立ってプレー続ける、勝つために戦うっていうこと、それを決めよう、決めよう、走って戦うっていうことを一人一人で責任全うして、例えばですね、中島選手は爆発的なスピードを持ってますから1対1で抜けるんじゃないかな。まずはサッカーなので楽しむことが、まずはしっかり楽しんで見てる人たちも楽しいサッカーをしたいですね。ポリバレントでは彼は1年間なかったですね、同じポジション、スペシャルのものもありながら複数のポジションをこなせる選手たちを選ばせてもらいました。やっぱり10番をつけて選手が一番うまい、特に攻撃面で違いを見せつけなきゃいけないとは思ってました。距離感的にいいのはこのセンターバックの距離が意外に近い、これが離れてると移動中にプレッシャーに行けちゃうんです。ゴーのサイン、チームとしては、はい、距離が短いと行けないんだよね、行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、これが離れてると移動中にプレッシャーに行けちゃうんです。ゴーのサイン、チームとしては、距離が短いといけないんだよね、行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、それが一番調子いい時ですよね。中島南野のパス交換、この辺りはリオオリンピックでもコンビを組んできました。そうですね、距離感もいいですしね、今タイミングもやしっかり合ってましたからね、行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、攻守の切り替えの速さというのはロシアワールドカップご覧になった方も本当に印象深いかもしれませんが、世界のトップは凄まじいものがあります。前を向いた、前を向いていく、シュート、日本先制、またも南野、10番の中島からいいボールが入ってきましたよね。ゴール前のターンからのシュート、フェイントを入れて
ボールを持ったら何かしてくれるんじゃないかっていう期待を出したら、まあ、彼はパスを出した場所です。前を見ている。パスを選択した遠藤。遠藤から中央、南野代表初ゴール。ロナウジーニョが好きで、まあ、ロナウジーニョが家でもずっとボール蹴ってたっていう。Pegado a la línea de Cal Ronaldinho. ¡Oh, madre mía, la que acaba de...! Impresionante el pase para Larsson. ¡Pinto! 中央には南野と小林。南野の前だ、南野。いやー、わずかにゴール。鈴木武蔵へというボール。鈴木、このヘディングはヒットしませんでした。ただ今日リズムとなくチャンスを作り出している中島鈴木。中島いいね。後ろ下がって引きつけたら自分の後ろにパス出してねっていう、そういう動作が出てきたりとか。距離が短いといけないんだよね。行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから。ターンターンで返されて、さあ長友使った。中島大迫、さあ来た、南野いる、南野がいる、いや最後大迫、長友から大迫。クロス上がる、フリーだ、長友、長友、左サイドバックの長友。サイドバックで今みたいに森田みたいな顔を出してくれたらね、外の足で前向いて持てるんだよね。このサイドバックで外足でパッと前向いてボールを持てるかどうかというのはすごい大きな違いですよね、次の展開に。気が上がります。鈴木選手も中です。そして中央に鈴木武蔵、さあ中央鈴木武蔵、中島がヒールをつけて佐々木のクロスボールに通って、そして左サイド中島、長友使った、パスが繋がってきた。一本、山口さん、小林といえば左足、いろんなパスを出す選手です。そうですね、はい、チャンス、長友から、ダイブ。中島、橋本、橋本、橋本、右足のシュート。柴崎、横にボールを回して、ほころびを見つけようとしています日本。中島、クロスが入ってきた。中を狙ったボールは通りません。柴崎、いいですね。いや、ここで松木さん、柴崎のディフェンスが効いてますね。いや、今のね、あれだけゴールに向かってドリブル出しましょうやな、されたら、ええ、ディフェンスやっぱそっち向きますからね。4人いますよ、相手。次のボールが出る場所を後ろにいる人間としてはですよね。これはね、いい限定の仕方してくれるから、はい、まとも絞れる。フリーキック、ファーサイドから上がってくれば、決めました、坂井宏樹のゴール。日本先制。いいボールが来た。吉田、ゴールです。吉田のゴール。距離が短いといけないんだよね。行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、後ろ下がって引きつけたら自分の後ろにパス出してねっていう、そういう動作が出てきたりとか。そうですね、距離感もいいですし、今中島、10番の中島からいいボールが入ってきましたよね。ウルグアイからゴールを取りました日本。
さあ堂安が仕掛ける、これが持ち味。裏、ああミスになった、さあピンチだ。そうしたところが、うまく前を向いた。そして今井が一斉に動き出した。お二人がいやーっとおっしゃったのは中島のターンですね。ブラボーだね、ブラボー。切るんですね、あそこにね。北川キープすることができません。チャンスになる、クロス、いいボール来た。いやー、北川頭で合わせて。先制ゴール動き出しました。決めました、日本先制。いや今ねボールスピードも速かったから。距離が短いと行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、いやあれだけポゼッション許して押されるとは思わなかったね、僕はあれがすごいショックだ。苦しかったね。後半27分、エース大迫がピッチに戻ってきた。大迫、日本のエースにゴールが生まれました。大迫みたいなああいう万能な選手ってなかなか、ね、いないな。そこまでボールを収めれるフォワードって日本であんまりいなかったんで。酒井が来た、クロス上げてきた、落とした、大迫
俺最後あの本田をねトップに持っていったのはね、ボール失わないから強いチームでは必ずボールをもらってターンして突破できるメッシみたいな、まあ、もうスペシャルだよ、最低取られないやつが。で本田に要求したのも絶対ここでボール取られんなって。やっぱり大迫それでいてちょっとメッシほどじゃないかもしれないけどいけるしね、あれ貴重だよね。掴むっていうことは非常に難しいので、そうですね、距離感もいいですし、したりとか出てきた時になんか空気がふっと変わったかなっていう瞬間を感じたんですけど、南野ワンタッチパスかわした、後ろから南野スクール、南野ドリブルだ、横に大迫もいる、ドリブルでいく、まだキーパーファウルじゃないか今な、人数かけてね、ちゃんといいディフェンスしてますよ。ただここで南野に対してイランもプレッシャー入るですね、ボールを失った後ですね、ここでホイッスルが鳴りました、日本のです、ボールを失った後しっかり自分でね、はい、そこにプレッシャーかけてね、転んでも我々も早く立ってプレー続ける、落ち着いています、速いボール入った、大阪を前向いた、ワンタッチだ、南野まあ、倒れたんですけど、一回ボールが残るっていうのは分かってたんで、そのままプレーしようと思ってましたし、相手が足が止まってたのが分かってたんで、ファウルだろ、ホイッスルは鳴っていない、南野を追いかけた、追いついた、中に堂安、大迫待っている、大迫怪我もあって出れない時間が続いたので、自分としては不甲斐ない気持ちがすごく強くて、まあ、今日本当このピッチの中でプレーで示そうと思ってプレーしました、はい、決めたー、見たか、そんなポーズを見せました。さあ日本がまたボールを拾う、よしもう一回高いパスだ、そのまま行った、原口決めた、日本が
ファイナルを決定づける3点目。これが日本の強さです。なってるね。はい。もう自分はサッカーやってないですね。アジアカップはね、やっぱり勝たなきゃダメだ。あ、そう。どんな状況だろうが、どんな招集、急に技術委員長厳しい評価になったね。技術委員長じゃないよ。無敗の人はどん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 行きたくなるんですよ、はい、もうボールをどんどん取りに行って点数入れたいっていう気持ちになるから、後ろ見ないで行っちゃってたからね。そのタイミングで行くなって声をかけるべきだ。そのタイミングで行くなって声をかけるべきだ。気持ちはわかるけど、まあ、待って待ってっていいタイミングじゃないと行くなって言った方がよかった。おっと、ここも狙われる。柴崎イエローカードがどうやら柴崎に出そうです。堂安前を向いた、チャンスになる。ゴールに向かう堂安。カタールも2人の選手が戻っています。集中してほしいと思いますね。吉田からのパスは通りません。こういう時もね、選手同士でね、はい、やっぱり声かけ合った方がいいですね、うまくいってないなっていう雰囲気をやっぱりチームの中で、はい、やっぱり持たないということは大事だと思います。この試合を分析して、でこの大会を分析して、で我々のチームをしっかりと分析して、次ステップアップできるようにしていければと思います。ありがとうございました。日本代表森保はじめ監督でした。
囲まれている。その中抜いてきた。エルナンデスがセーブをしている。いや、強烈なプレー見せてくれましたね。南米選手権ではしっかりゴール取りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでできなければワールドカップだったらオリンピックでは結果を残せないっていうぐらい粘り強さ。よし、抜けた。チャンス、決定に同点だ。いやないな。柴崎来た。どうだ、来た。サポートがあるニアに岡崎が来る。その間こぼれ球。我々がやろうとしていることは、速攻をボールを保持するときはベースラインから組み立てて試合を進めていこうという。はい、それで久保がスーッと起点を作って、まずは狭いところを通して中島、岡崎のいい動き、チャンス、岡崎、日本に今足りなかったものってのは何ですかね。まあ、全ての面でやっぱり成長しなければいけないですし、まあ、これっていうのは一つではないとは思います。短いと受けないんだよね。行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから。中島が内側受け、久保が待った、うん、中島翔也が久保のパスから抜け出した。中島ループ日本、中島、久保、この2人だけで中央を割りました。杉岡、柴崎、中島、久保です。前を向いた、引きつけ、久保スルーパス、チャンス、前が入っていいよ、上田上がっせよ。日本ってやっぱコンパクトに戦うことがすごい大切だな、うん、コンパクトにお互いの距離感をよく知って、つながりを持っていこうということで。
10点目に行くか日本、はい、シュート決まった、10点目これまでのワールドカップ予選の記録を大きく更新する歴史的な大勝になりました。まあ、相手の差がちょっとありすぎるので何とも言えないですけど、最終予選は本当全然違うものになるので、まあ、最終予選の相手は、ね、もっとレベルが上がりますし、まあ、全てうまくいってるかというと全然そうじゃないと思うし、フォワードではないと思うし、大迫選手の代わりになりたいとかそういうふうにはあまり思っていないです。中島かよ、決めた、来た、ついにゴールネットを揺らしました。まあ、クロスもすごく良かったですし、早いよね、絶対早いと思います。早送りで彼らは試合やってましたからね。スペシャルなものもありながら複数のポジションをこなせる選手たちを選ばせてもらいました。スペシャルのものもありながら、複数のポジションをこなせる選手たちを。反転から伊藤純也だ、大迫がうまい、作って9番の鎌田、鎌田が中にカットインしていく、南野が入ってくる、鎌田どうするか、鎌田シュート打った、決まった、日本2点目、鎌田が見事その個人技で韓国代表のゴールをこじ開けました。足速いっていうね、はい、そうですね本当に大迫がうまい、低いクロススルーして決めてきました鎌田、大迫のため、そして鎌田のこの個人の能力、北澤さん、それが出たゴールでしたね。そうですね、うまく融合してますよね。まあ、全てうまくいってるかというと全然そうじゃないと思うし、来る最終戦も始まるの、厳しい戦いが始まるから来年ワールドカップみんな意識しようや、よしヨーロッパ仕様でやってるからですね、
勝てばいいと思いますし。ありがとうございます。はい、すぐデブルイネが持った瞬間に思ったんですよ。うわ、速いと思って出たかったなっていう。スペインズの部分だったら僕自身自信があるので、もしかしたら助けられてたかもしれないし、それはもう、出てないから分かんない。こうキーポイントになる試合ってあるんですよ、サッカー人生で。そういう試合をまたやりたいなと。運んで長友を使おうというボールでしたが取られました。採点競技ならね、これでかなり点数稼いでるけど、そうですね、ボール回してますから、はい、うん、点取らないと、やっぱり、うん、やっぱり毎試合点取りには行ってますし、まあ、ギラギラしてないふうに思われたらサッカーやめようと思ってるんで、そういうぐらいのギラギラさは、あ、こいつら頑張ってるなって思えるような、スポーツもう一回やってみたいなって子供たちが思うようなプレーをしなくちゃいけないかなと思います。年齢を重ねるとね、バックパスが多くなるんですよ取られないようにっていう、ただ南野もトップしたのがいいですよね。あ、本当ね、左サイドは苦手なんですけど、本当にきっかけですよね、そのきっかけをつかむっていうことは非常に難しいので、スペインだとうわ後ろに下げちゃったっていう風に、あ、逃げちゃったみたいな感じ、久保君前前っていうすごい
ってるなっていう感じです。福田さん、今日の久保の出来ですがいかがでしたか。そこまで攻撃でこうアクセントつけられるシーンというのは少なかったかなという感じはしますけどね。ピッチ中央とかゴールの近くでボールを受けられる場面はなかったんですけども、はい、中央とかゴールの近くでボールを受けられる場面はなかったんですけども、左でももともとできる選手であるので、これいいんじゃないですかね。トップに浅野がいて、その右には後半から入りました、これが初代表ヴィッセル神戸の古橋。ヴィッセル神戸の古橋、壊れてしまうことが多くなっちゃいますよね。ここまでは左、伊藤へのボール少し長くなりました。前を向けない時は、まあ、今みたいにこうちょっと戻って、ここ危ない、オナイウキープ、南野が受けに行く、オナイウ入る、落として、作業も大事ですよね。さあオナイウトラップからキープ、キープ、はい、しっかりキープできるっていうことはすごくこう監督にアピールできるところじゃないかなっていうふうに思います。伊藤が切り込む、真ん中オナイウ、オナイウ、個人としてできる部分を出せたかなと。寝てる時間はないんで、短いねチャンスですけど、そこでまあ結果を出さないと代表では生き残れないんで。最後は小川、小川からのボール、なんとハットトリック。今オナイウ選手にいい動きしましたね。オナイウアド、のポジションチェンジも非常によくできてますよね。仲間だからスルーパス、古橋選手ももうちょっと前のスペースでもらいたかったと思うんですけど、ここで古橋ループが続け出した。
越しゴール、一瞬の隙をついて古橋のパスだ。もっと簡単に入れれるところは間違いなく入れてた方がいいし、ファーストボールが本当に後ろに安全に下げてしまうことだったり、その1本目のパスでずらしてミスすることが多かったんで、これでやっぱチームの向かう方向を合わせるって、うん、やっぱそういう場所なんだなと思います。クラブとやっぱ全然違うんで、はい、短い時間に2点を出したもんです。スペシャルのものもありながら、月面のポジション争いは一番いい選手が揃っているポジションなので、常に危機感を持ちながらやらないといけないと思います。これが離れてると移動中にプレッシャーに行けちゃうんですよ。ゴーのサイン、チームとして、ゴーのサイン、チームとして、これが離れてると移動中にプレッシャーに行けちゃうんですよ。センターバック吉田が引き出されている。股を抜いてきた。こういう時もね、選手同士でね、やっぱり声かけ合った方がいいですね、うまくいってないなっていう雰囲気をチームの中でやっぱり持たないということは大事だと思います。柴崎が対応しています。おーい、日本、お前に先制点を許した。日本ホーム開幕戦、オマーンの前に敗れました。いや、もう負けるべくして負けだなと思います。まあ、本来なら結果がついてきてインタビューしたいんで、次はぜひ勝ってください。勝ち点差を取りに行きます。ありがとうございます。もう一度ワールドカップ です頑張ってください。まあ、特に攻撃面で方向性を示せなかったのかなというふうに思いますので、まあ、しっかりと自分が舵を取ってチームの方向性をもうちょっとこうメリハリをつけていけるようにしたいなと思います。まあ、1個はやっぱちょっと切り替えが遅かったですね。まあ、もうちょっと早く前の選手からやってもよかったかなっていうところ、一人一人が本気で取りに行ってないですよね。なんとかなるだろうみたいな感じで切り抜けられてますよね。
迫がここまで下がって守備するんですからね。素晴らしい。まあね、マイボールになったらゴール向かっていくんですよ。で、相手ボールになったらボール取りに行くんですよ。まずそれがあって戦術っていうのがついてくるんですよね。戦う姿勢だったり激しさが、その後でやっぱり個人個人の発想だったり技術だったり生きるんで。Kubo. Oh, that was nicely done. And a shot needed saving. Follow up. Busby it is. Oh, it's off the post. How did that stay out? Japanese players that they're not in front in this match. Ito on the charge. They are now. And he's redeemed himself in less than a minute.向いて鎌田が仕掛ける。鎌田ゴール向かってほしかったね、はい、ショートでも良かったと思います。ここも収まりませんでした。鎌田したいですね。移籍、はい、を探っていたということ で、ね、はい、まあ、それが自分の中で心理的にも影響があったという、まあ、気持ち的にはようやく吹っ切れてきているという話を会見でもしました。圧倒的なやっぱり日本がアジアで強いんだぞっていう差を見せつけていかないとダメかなっていうふうには個人的に思います。That's Yoshida. Thanked him for it either. He started the matches against Vietnam and Oman too. On the left was the route Australia had to take to get to Russia. Splendid ball through the middle. Circle through. Alan White with the save.Wow, that's what Japan can do. これが離れてると移動中にプレッシャーに行けちゃうんです。GO のサインチームとして、GO のサインチームとして、いるんですね、あそこにね。日本ってやっぱコンパクトに戦うことがすごい大切だな、うん、コンパクトに。お互いの距離感をよく知ってつながりを持っていこうということで、バックパスが多くなるんですよ。年齢を重ねるとね、バックパスが多くなるんですよ。取られないようにっていう。トミヤスの隠れたファインプレーがあって、石尾一人が2本。おーっと、柴崎の帽子が入れ替わりになった。吉田水槽
まあ、しっかりと自分が舵を取ってあのチームの方向性を。キーポイントになる試合ってあるんですよ、サッカー人生で。そういう試合をまたやりたいなと。おーと、千葉崎の戻しが入れ替わりになった。吉田追走どうするかな。戻った富安、また抜きで決まってしまった。入ったばかりのアルブレイカ先制しました、サウジアラビア。71分、ゲーム動きました。ワールドカップ出場に向けてまだまだ諦め、なければ必ずワールドカップに行ける、切符は掴み取れると思っています。今の監督のサッカーが面白くないんだよ。今の監督はね、ダメだね、本当。外側からですよね、もういくらでも無責任に言うことができるんですよ、ね、そうなんですよ、外からは何でも言いますから、はい、外から何でも言いますけど、やっぱり準備する選手たちが1日しかないっていうのは本当に多分、ね、僕らもやってましたけど、はいはい、言っても僕らの時はまだ何日もありますね、3日4日ありましたから、ね、初戦までめちゃくちゃコミュニケーション取りますけどね。取れました。海外から帰ってきてパッと集まって3日目の試合なんて言ったらやっぱり難しいんですね。アジアの相手はみんな自国でやってる選手が多いんでね、そういう相手とやっていかなきゃいけない、はい、今はね、バブルだ隔離だのっていうところで、まあ、コミュニケーションもなかなか取りづらいところもあると思うんで、はい、もう少しコミュニケーション取って自分をこうもっともっと出していけたら。今の代表サイドバックからボール出てこないもんな。あ、古橋くんの今とかいい動き出ししてるんだけどな。ダクさんですね、僕的には。ずっと見てくれてる感覚があります。練習から合わなかった時もすぐ話しかけてくれて、こうだったみたいなこと言ってくれますし、見てくれてるんだな。仲いいじゃないですか、ずっと呼ばれてる選手たちって。だからそこにこうパッて入りにくいというか、入りたいんですけど。シャイなやつはもう絶対残らないって言ってるからダメよ、その感じは。ですよね、分かってるんですよ自分でも。これを必ずいけると思ってるんで、諦めなければ願い続けて、まあね、結果っていうのはしっかりと受け止めて、まあ、もう過去は戻せないですし、こういう時こそ前向いてんじゃないですけど、点取らないと勝てないんで、僕は僕なりの自信がありますし、まあ、ワールドカップ絶対出なきゃいけないと思ってるので、結果が全ての世界。早く前の選手からやってもよかったかな。早くいる彼らが試合やってましたからね。判断の速さだとか。速いよね。絶対速いと思います。早くでも彼らは試合やってましたからね。この距離が短いと行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから、い
にあれだけポゼッションを許して押されるとは思わなかったね、うん、僕はあれがすごいショックだった。苦しかった。スペシャルのものもありながら複数のポジションをこなせる選手たちを。田中選手に質問です。サッカーの試合の前にどうやってリラックスをしていますか？水をかぶってなんか水を浴びてからちょっとリラックスして、ちょっとこういつも同じことできるように集中リラックス。ピッチで何ができるかだと思うので、まあ自分田中っていうものをピッチ内で表現できればいいのかなと思いますし、まあ勝たないと始まらないので。もしかしてあんまり外出ないし友達少ないですか？結構コミュ障なんですよ自分。いや、そう？これ、そうなんですよ。全然そんな、友達は少なそうだなとは思うけど。持ってる選手は結構いると見ていいんでしょうか？そうですね。これは右サイドからチャンスを使って、真ん中右足で選んでいきましたが、南野の右足。田中をですね、はい、気持ちわかるけど、うん、まあ、待てっていいタイミングじゃないと行くなって言った方がよかった。田中をですね、はい、右にも左にも前にも後ろにも行って頑張ろうとするので、そういったところ少し手前に田中、伊藤純也が打つ、おお、田中をですね、はい、ふわりと浮かせたボール、選手の動きが重なってしまった、重なったね今ね。田中をですね、はい、入っちゃうとディフェンス1人帰っちゃうんで、真ん中のセンターバックのマークを確認しやすくなっちゃう。入んない大事さ分かってる人、素晴らしい選手。ちょっと青がへばってるから、ちょっと青が疲れてきたかな、青がちょっと疲れてきたかな。ボールを持つこと、南野まで届く、森田が来ました、森田秀政、ワンフェイク、キーパーしのいだ、華麗なターンから森田、粘って森田、長友へ。守備範囲も広いし、はい、受けるところも多いからすごいなって思ってみてますね。彼は相当スタミナもあってタフさもあるんで。キルギスのチャンス、サイドから、あーっと、ここは PK を与えてしまった日本。まあ、無駄なファウルとか。エンド、もしかしたらデュエルで最も勝ってるディフェンダーかもしれないですね。細かくパスをつなぐ、ディフェンスの網に引っかかりました、すぐに奪いました、前を向いて南野、股を抜く、左足のシュート決めた、ここで遠藤がガッツリきますからね、デュエルキングが仕事をします。こういう趣味好きなんですよ。わかる、下がんないじゃん、ハリルが言ってたじゃないですか、下がるなんて。ドイツではもうそれがノーマルなんで、あもうちょっと早く前の選手からやってもよかったかな。あ、ここでまた前から行く日本、原口奪った、井口に通る、ただ相手もディフェンス枚数は揃っています、どうするのか、打っていった、
目まで2敗したチームがワールドカップに出たことがないとか。いいよそんなの、いいよそんなの。田中ですね。はい、下がんないじゃん。むしろなんですよ自分。右にも左にも前にも後ろにも行って頑張ろうとするので、そういったところは少し縦にボールを運んでいきます。中に大迫、逆のサイドにも田中碧が動き出して、そこの前にボールが入った。田中碧シュート入った。入れ替わったチャンスで田中碧だ。シュート流し込みました。日本代表先制、田中碧。なんか分かんないですけど感じたんで、まあうまく入ってくれたなって感じです。本当にこういう子供たちに夢を、与えなきゃいけないなって、すごく感じましたし、今日来てくれてる、サポーターの皆さんもすごく後押ししてくれたんで。上から落としてきた、遠藤惜しい。ファーサイドから遠藤が入ってきました。ムーイ、柔らかいボールを使ってきました。今 60% ってオーストラリア出てましたけども、はい、まあ、自分たちのゴール周りで無駄なファウルをしないっていうのは一つ大事なことかなと思いますね。距離が短いと行けないんだよね。行ったってターンターンで返されて戻っちゃうから。一番危険なところを長谷部さん潰してくれてるなと思ったんですけど、右サイド、ここはフリーでボールを受けさせてしまった。クロスボールが入ってくる。マイナスのボール打たせたくはない。どうにか足を。一番危険なところを長谷部さん潰してくれてるなと思ったんですよ。こういう守備好きなんですよ。わかんない、下がんないよ。
みます。近いところを使って浅野、まあ、しっかりと自分が舵を取ってあのチームの方向性をもうちょっとこうメリハリをつけていけるようにしたいなと。使い切りました。もうこれ以上選手を変えることはできません。いやーオーストラリア動いてますね、はい、前を向く、見事なトラップ、浅野シュート、入った入った入った、日本勝ち越した。よし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 、逆境で迎えたオーストラリア戦、追いつかれた後、今日の日本には勝ち越す力がありました。ちょっと青がへばってるから青をトップに上げて古橋が一つ下がりましたよね。そうですね、これ自分たちでやりましたね。今足がつったのか田中碧が走れなくなりました、ね、今ここで試合終了のホイッスル。絶対ことはあるかもしれない。みんなの気持ちが一つになってきてもこの結果が生まれたんで、これを続けてやっていくっていうことを最後爆発させすぎて、ジャガーポーズするのも忘れてました。最後決めてもらっていいですか。そう待って、了解です。ここで誰一人満足している選手はいないですし、まあ、また、まあ、厳しい気持ちを持って、自分たちの一人一人の成長に向けて頑張らないと、ワールドカップには繋がらないのかなと。久保中に入って人を使う、三笘がいる、三笘切り返してシュートまで行って決めました。1点返しました、日本、三笘薫。ついにこの人のドリブルが行きました。スペシャルなものを持っている選手だと思いますので、ここで局面を突破できる、そして、攻守でチームに、貢献して、もらい、日本のみんなはもっと早く出してほしいなとは思ってたと思いますけど、本当に今コンディションは良くなくて、あ、良くなかったんだ。攻守でチームに、貢献して、ピッチトゥナクロースファウル、プロペロ ahora deja por la pelota, aquí ha tocado Vito, ma la retiene del fondo, presiona la Argentina, otra vez Colombato ganando. シュートまで行って決めました。1
点返しました日本三笘薫。ついにこの人のドリブルが行きました。今までサッカーだけやってきてこんな悔しいことってないし、この気持ちを忘れないようにできればなと思います。ありがとうございました。目立ちますね。なんか採点競技ならね、これでかなり点数稼いでるけど、はい、そうですね、ボール回しますから、はい、点取らないとやっぱり、うん、あ、三笘選手来た、ららららら、来たよ、ここで救世主感出てたもんね。まあ、短い時間でも自分の特徴を出せるタイプだと思ってるんで、ドリブルだったり攻撃のところでチームにアクセントを。まず三笘がドリブルで仕掛けていきます。縦に運んでいくと、まず見せました。いいですね、いいですね、いい入り方しましたね、うん、これはちょっと活気が出ますよね、うん、キックフェイント、三笘戻していいボールが入ってダイレクトシュート、こぼれている。怒りそうやし、怒り始めてますよ、左サイドから。三笘が運んで折り返し、よっしゃ、伊東純也流し込んで日本先制。よく入ってきました。自分のところに結構人数かけて止めに来てたんで、難しくなってて、カオルからいいボールが来たんで、あそこだけ詰めるよう意識してます。まあ、点を取るシチュエーションだったので、すごくやりやすかったです。ふざけんな、吉田！現地で応援してくれた日本人の方々、ダゾーンの深夜の時間帯に応援してくれた方々がいるということで、心強い思いで、プレーできたことが勝利につながったと思います。いいボールだ、ヘディング入ってきた、ナイスナイスナイス、途中出場中山雄太のクロスに伊東純也ヘディング合わせました。いやいや、稲妻純也今日はヘディングだね。
ホームでこのワールドカップなんて決められちゃ腹が立つっていうか、部活のみだからやるしかない、もうこんなもんじゃないなと思う。左サイドガードがいってもう躍動してっていう、彼前回対戦いませんでしたし、まあ、情報は入ってると思いますけども、はい、予想より早いので、はい、これ今チャンスかなと思いますね。ロナウジーニョが好きで、まあ、ロナウジーニョが家でもずっとボール蹴ってたっていう。中島10番の長島からいいボールが入ってきましたよね。
南野に中でいいボールが入りませんね。ディフェンスラインの前ですね、はい、かけてスペース消されてますから、南野が受ける場所っていうのはないんですよね。狭いかなっていうところで考えると、うん、まあ、もう少しやっぱり大きな横の揺さぶりも、はい、まあ、必要かもしれませんし、ディフェンスラインの前にですね、はい、水かけてスペース消されてますから、そう、うん、まあ、もう少しやっぱり大きな横の揺さぶりも、はい、まあ、必要かもしれませんし、右サイドの攻撃には間に合うか、間に合ったクロスが入る、大迫が落としたところ、南野打ちか、打てない、ここで打った、ラストパスクロスっていうところの精度をもう少し上げていきたいですよね。あとセンタリングですよね。もうちょっと上げてもらえるとありがたいです。まあ、匠がなるべく中でプレーして、自分がサイドでプレーしてっていう関係性でやってたんですけど。中島、10番の中島からいいボールが入ってきましたよね。やっぱりセントラーに勝てないので。ゴール前の効率性というところで私たちはまだハイパフォーマンスにはなっていませんから、彼が必要です。やっぱり10番をつけて選手が一番うまい、特に攻撃面で違いを見せつけなきゃいけない。長い距離を走っています。もういける、飛び出した、ここだ、フリーだ、よし、決めろ、かわした、南野入った、決めました、日本の10番がこの大一番で見事に決めてくれた。伊藤のスピード、南の本領発揮だね、ようやくだ、はい、本当に10番ですから、はい、そういう、ね、重圧もありながらここでもう一番結果を残したのは大きいと思います。長友粘って、伊藤打ってシュート、その強度ですよね、はい、一生懸命動いた選手を変えるということでしょうね、はい、長友が大きな拍手、大事な首位サウジアラビア戦2対0しっかりとものにしました。まあ、アウェーで負けてたんで、あのホームで絶対借りを返そうというところでみんなで試合に入って、まあ、やっぱり攻撃の選手としてゴールという結果でチームに貢献したかったですし、まあ、バモーしゃー、しびれるわ、まだまだやります、負けない。あとはオーストラリアにアウェーでまだ1回も勝ってないので、勝ってワールドカップ決めたいなと思います。田中ですね、はい、田中ですね、はい。
田中碧ですね。はい、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 Martin Boyle, Rustich, he'll leave it for Boyle, who shots, is blocked, now Joel King to drive it, and deflected goalwards by Mitch Duke. Now there's a chance here for Asano, trying to take it around, but he won't. つけて柔らかいボール南野、おお入った、これはあれ入ってない、超えてません、サンクリーが draw towards the ball, it's Yuto Nagatomo, and again it's up the crossbar, and Matt Ryan will claim, and Minamino is denied againブロック、よっしゃ、なんか引き分けで OK の日本がカウンター受けて、逆ですよね、あ、落ち着けて言ってますね、今ね、ちょっと疲れてきたかな。もう健吾さん、前半に比べるとどうしても点を取るぞっていう感じではないわけですね、お互い、まあ、日本代表は特に日本代表はより慎重にはなりましたよね、はい、失い方も含めて、もうこの時間だったら本当にリスクは犯さない方がいいですよ、はい、もう全ての決断はセーフティーに、はい、もう全ての決断はセーフティーに、はい、しっかりと自分が舵を取ってあのチームの方向性をもうちょっとこうメリハリをつけていけるようにしたいなと思います。Leading Ito. Behind them is Haraguchi.Little dink into the box. Lovely movement by the Japanese. On squared up, the goal is in! Japan have struck surely the crucial blow, and it's the substitutes. Kaoru Mitoma, who has surely sent the Samurai Blue to another World Cup.
まあ、代表チームではサイドの起用が多い原口ですが、今ドイツではむしろ 3-5-2 のインサイドの中盤を、はい、やってます。ドイツの中でも高く評価されています。原口元気です。システム変わって僕的にはすごいラッキーだなと。でもう2年3年ぐらいはサイドでプレーしてないので、ドイツでは正直もう中の方がやりやすいですし、昔はネイマールとかメッシとかのプレーを見るのが好きだったんですけど、今だったらトーマス・ミラーを見てるみたいな。原口、この原口はもしかしたら真ん中でできるかな。半分は守備、半分は攻撃という役割。選手で言えばもうポリバレントでいくつかの複数をこうこなせるような選手がこのリストの中でもたくさんいると思いますし、キーポイントになる試合ってあるんですよ、サッカー人生で。そういう試合をまたやりたいなと。すぐデブレイネが思った瞬間に思ったんですよ、早いと思って、追いつけたか追いつけないか出たかったなっていう。スペインの部分だったら僕自身自信があるんで、年齢を重ねるとねバックパスが多くなるんですよ取られないようにっていう、戦に
時間も進めます。三笘行く、カットイン、自分で運んでシュートだー、すごい。ワールドカップ行き確信しました、森保監督。ズバリ的中ですね、はいはい、いやもう0対0で行くしかないと思ってたんで全部出し切りました。点に点決めてこいっていうところとリスク管理を言われました。そこに来れなかった選手たちもいる、で途中戦いをつなげてくれた人もいる、そのみんなとこのワールドカップ出場を喜ぼう、おめでとう。させてはいけないと思ってましたし、いろんな先輩方だったりいろんな選手が、予選から、いろんな結果をつないできてくれて今があると思っています。覚悟と感謝、その2つの気持ちを持って職責を全うしていきたいというふうに思っております。どこに合わせてくるか、中央合わせてきた、決まった、小林優。これが森保ジャパンの第1号のゴールとなります。クラウドのファースト、酒井宏樹、リオーレ、ゴールだ、決まった、20歳ゴール、代表初ゴール、ナイスプレー。ワールドカップベスト8のウルグアイを破りました日本です。最高。エレラから出る、シュミットが逃げてきた、抜けた、クリア、森保ですね、よく戻りましたね今ね、間違いなく。杉本健佑、逆サイド、山中、代表デビューからシュミット、代表デビュー戦でなんとなんと会心に、このスピードで追いつく、切り返す、チャンスを迎える、長いシュートを打った、先制ゴールは日本代表、長井健介、代表初ゴール、流したチャンスになる、行ってもいいじゃない、森島中に入れた、決めた、飛び込んだ鈴木武蔵、ついに代表初ゴール、逆サイド中島、ファーストタッチじゃないですか、中島はね、結局来ますから、さあ中島が来た、シュート、キーパー触った、クロスバーです。カタールワールドカップでドイツをして思いっきり楽しむ、28歳です。やっぱ僕は得点だと思ってますね、それができなければ本当にピッチに立つ理由がないと思ってます。メキシコが銅メダル獲得、日本敗れました。もう選手たちのこのオリンピックに向けての努力は1ミリたりとも疑う余地はないぐらい待ってくれたんで、今でも大きなアドバイス入って
今はもうその悔しさがなんていうんですかね、エネルギーに変わってる感じなので、上田選手自慢のヘディングを生かして頑張ってください。そうですよね、はい、高いボールが入って逆転ヘディング、上田のヘディングシュート、後半のアディショナルタイム。応援してくれる人たちの分も背負って、苦しい時にチームの少しでも助けになれる、そんな選手に。結果の補正同様に、ここからここから野心持て、野心、私もなんかしぶといなと思われてるいつらいつになるか俺小学校の時にワールドカップ日本初めてで、で2002年日韓のワールドカップ見て、自分も日本代表入ってワールドカップ行きたいなと思うようになったから、俺たちも子供たちにそういう夢与えなきゃいけないぞ。先輩たちが繋いでいたのをしっかり繋いでいこう。 OK、 繋いでいこう。